ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。なあ霊夢、クリームシチューとサマーズ、二つのコンビで共通してるのは何だと思う？お笑い芸人ってことかしら？まあ、確かにその通りなんだが。わかった、どちらも解明しているわね。正解って、ことで今回はこちらを紹介するぜ。最高6回も？解明液。解明液ということは、当初の駅名から、何らかの理由で駅名が変わった駅ということね。さすがに6回は変わりすぎね、気になるわ。その通りだ。今まで親しまれていた駅名が、ある日突然変わってしまう、そんな話だな。いろいろな理由がありそうね。特に、公園や施設の名前がついた駅は影響を受けそうよね。そうだな、そこんところを詳しく紹介していきたいと思うぜ。よろしくねー。面白いなと思った人はぜひ、チャンネル登録をお願いします。トップバッターはこちら、短い間に2回も駅名の変更があった駅だ。出雲っていうことは、出雲大社がある近くの駅なのかしらね。出雲神社駅は、JR 山陰本線上にある無人駅だ。山陰本線って、確か JR の中でも路線が最長距離だったわよね。京都府京都市下京区の京都駅から中国地方の日本海沿岸を経由し、山口県下関市の旗部駅に至る JR 西日本の鉄道路線だな、673.8km に及んでいる。かなり長いわよね。東京から青森とかまでの直線距離くらいあるわよね。そんな山陰線の路線上にある出雲神在駅だが、始まりは小さな無人駅だったようだ。昭和57年7月に人在として開業、駅舎はなく、片面ホームだけの小さな無人駅。最初はこじんまりと始まったわけね。その当時は大社線が出雲市駅から分岐して出雲大社の玄関口である、大社駅とを結んでいたらしいんだな。やっぱり、出雲大社と関係があったのね。けど、年々利用客が減っていき、平成2年4月に廃止されたことをきっかけに、JR から大社の名が消えてしまったんだ。あら、ちょっとショックね。大社ってネーミングが強かったのにね。だよな、出雲大社といえば、観光スポットとしても全国的な知名度があるからな。そこで、大事な観光資源である大社の名を JR になんとか残したいと思った出雲市は、平成5年3月18日に神在駅を解消して出雲大社口駅に変更した。ここで、いきなり今の出雲神在駅とはならなかったわけよね。そう、一度出雲大社口駅となるんだ。けど大社、口って、どういうことかしらね？何の意味があるのかしら？なんとなくだけど、近いって印象がする駅名だと思わないか？確かにね、入り口が近くにあるのかしらって思っちゃうわね。それがだな、霊夢、誤解を与えちゃったんだよ。ああ、なんとなく読めたわ。実際には出雲大社までは10キロ近くある上、バスも走っていないしタクシーもいない。出雲市さん、盛りすぎちゃったわね。出雲大社への入り口の駅と勘違いして下車し、路頭に迷う観光客が出てきてしまったんだ。そりゃあね、地元の人ならまだしも、海外から来た人は特に勘違いするわよ。平成8年に出雲大社風な待合室が建てられたけれど、出雲大社へのアクセス整備が、手つかずのままでは、特に状況が変わるわけではなく。そりゃそうよね。その後も、利用客からの苦情は絶えず、平成11年3月13日に再度の解消で、出雲神在駅への変更を行うこととなったわけだな。なるほどね、駅名の変更にもいろんなエピソードがあるのね。そうだな、結局出雲大社口駅が存在したのは6年間という短い間でした。短かったわねー。今の出雲神在駅は、そんな騒動があったことが嘘のように田園地帯の静かな駅に戻っている。無理やり印象付けした結果が、解明となるとなんだかかわいそうだわ。やりきれないよな、駅の解明にはそれなりの費用もかかるだろうから、大変だったろうな。駅名は慎重に選ぶべきね。同じく気になるなと思った人がいたらグッドボタンをよろしくお願いします。少し前の話になるけど、京浜急行電鉄が、2020年3月に4駅の駅名を変更すると、アナウンスして話題になったのを知っているか、霊夢？あったような、なかったような。鉄道好きの間ではいろんな意味で話題になったんだぜ。どういうこと？この発表をした上で、さらに羽田空港国際線旅客ターミナルなどの名称変更に合わせ、空港線2駅の駅名変更を実施すると発表。え、というと6駅が改名ってことよ？その通り、一挙に6駅の名前が新しくなったぜ。やばいわ、そもそも、電車を利用する方も覚えられないわよ。だよな、あまり例のない出来事だし、羽田空港関連の2駅を除く4駅については、沿線の小中学生を対象とした、我が町駅名募集が変更に、発展したもので、子供の意見を参考にして駅名を決めるってのが、斬新だったんだ。すごい大胆よね、KQさん、なんでそんなことになったのか、気になるわ。それについては、広報からこんな理由が当時は語られていたぜ。2018年に創立120周年を迎えたことを機に、いくつかの記念事業を打ち出しました。その中で沿線地域の活性化とともに、地元に愛着を持ってもらいたい気持ちから、
募集に踏み切りました。子供たちには駅名の意味を考えるいい機会かとも思いました。とのことだ。ほう、壮大なプロジェクトだったわけね。でも実際はいろいろ複雑な状況でもあったようだ。以前から変更予定の駅があったんだ。大師線の産業道路駅というところ。大師線は川崎市の都市計画事業として連続立体交差事業を進めていて、駅が地下化され駅前広場が変わる産業道路駅の駅名変更について市と協議を進めていた。ということは、そういうことで前にあったような理由もあり、産業道路駅以外にも数駅について変更を検討することにしたんだ。やっぱりね、初めに産業道路ありきだったってことね。まあ、そういうことだな。駅名変更を発表したのは産業道路駅の他にあるわけで、本線の花月園前駅と中木戸駅、逗子線の新逗子駅が対象となった。なるほどね、結局、駅名はどう変わったのかしら？産業道路駅は大師橋駅に変わったぜ。大師線の連続立体交差事業によって、地下駅になったのをきっかけに、地元シンボルの一つでもある、橋の名前に変更したんだ。やっぱり、地元の名所は、印象に残る駅名がいいわよね。そうだよな、産業道路という道路は全国各地にあるらしいし、しかも地名ではなく道路名だからな、大師橋の方が場所をイメージしやすいはずだ。間違いないわよ。花月園前駅は花月総持寺駅になったぜ。花月園はその昔、駅前にあった遊園地の、名前らしいけど、第二次世界大戦後間もなく閉園となって、その地に開設された。花月園競輪場も2010年に閉場していたため、曹洞宗大本山として有名な、総持寺の名前を入れることにしたらしい。これまた、意外なところにルーツがあるのね。それぞれ地元の歴史や事情が、大きく駅名に影響してくるのね。駅名の由来にも興味が出てきたわ。ちなみに、中木戸駅という名称は、江戸時代に将軍の宿泊施設であった。神奈川御殿があり、柵を作った門を設けて警護したことが由来とされているぜ。歴史ありね。けど、JR 京浜東北線横浜線の東神奈川駅が隣接し、今は乗り換え駅として認められているので、横浜線沿線にある日産スタジアムに行く利用者も考え、京急東神奈川駅とした。なるほど。最後の新逗子駅は、観光客が急増している葉山の名前を逗子に加えて、逗子、葉山駅とすることで、利用者増加を期待する狙いがあるみたいだな。葉山は、今や有名な観光地だもんね。入れておいた方がいいわね。これらとは別に羽田空港のターミナル再編に伴って、空港線の羽田空港国内線。ターミナル駅は羽田空港第1第2ターミナル駅、羽田空港国際線ターミナル駅は、羽田空港第3ターミナル駅に名称を変更したな。あらあら、忙しいわね。空港の名称も変わったからね。ここまで一気に変わると、覚える方も大変だな。そうよ、時代が変わっていくから仕方ないんだろうけど、KQ さん、変えすぎです。気になるなと思った人がいたらグッドボタンをよろしくお願いします。だわね、いよいよ大物が、画像を見る限りはなんら普通の駅よね。そうだな、見た目はな、過去6回の解明をしている理由、気になるだろ？すっごく気になるわよ、早速、説明始めちゃって。関西大学千里山キャンパスの最寄り駅として、阪急千里線神田今駅はある。ごく普通の駅よね。ただし、神田今駅は駅名変更の回数が、なんと日本で一番多く駅名が変更された駅。日本一？でも、6回も変えてるからね、さらに上がいたら、それも怖いけどね。今の神田今駅という名称に落ち着くまで、約40年の間に6度もの駅名が変更された。なんでこんなに変わったのか、ますます気になるわ。関西大学第一高等学校中学校、幼稚園、関西大学会館、第三学舎が立ち並ぶエリアは、かつて千里山花壇千里山遊園という遊園地が存在していたんだ。遊園地？これまた意外ね。昭和13年、児童遊園地や子供汽車が増設され、園名を千里山遊園に変更。それに合わせ、駅名も花壇前駅から千里山遊園駅に変更。出た？施設が変わると駅名も変わるパターンよ。しかし戦争が激しくなってくると、戦時にふさわしくないとの理由で、園名は千里山遊園から千里山厚生園に、駅名も合わせて千里山厚生園駅に変更する。駅名もだけど、この遊園地も時代に翻弄されているわよね。確かにそうだな。しかも、千里山厚生園は軍事物資の貯蔵施設として、使われるようになり、遊園地は閉鎖されてしまうんだ。切ないわね。戦争が終わると、名称を千里山遊園に戻して昭和21年に営業を再開するぞ。やったわね。駅名も千里山遊園駅に戻ることができた。当然よね。けれどわずか4年後、入場者数の減少により閉鎖することになるんだ。嘘でしょ？せっかく再開できたのに、待ってよ、閉園ってことは、まさか。千里山遊園がなくなったので、また駅名も変わることに。やっぱりいい。新しい駅名はなんと女子学院前駅だ。意外、なんで？女子校ができたの？実はそうではなくて、遊園地の跡地が新しい女子校の建設地として決まったため、駅名も早々に女子学院前に変更された。いや、まだ待つべきでしょ。っていうか早すぎるわよ。
この時点では校舎の姿もなかったらしい。どんだけせっかちなのよ。駅名はすでに変更されていたが、遊園地の跡地に校地を拡大したいと考えた。関西大学がすぐに交渉を開始したんだ。年内には交渉が成立し、翌年の昭和26年に、駅名は花壇町駅へと変更された。いや、だから早いって言ったでしょ。女子学院前駅が存在していたのは、ほんの8ヶ月ほどのことだった。いい加減、誰かに怒られるわよ。だよな。その後、花壇町駅は隣駅の大学前駅と統合されることになる。昭和39年、大気の中間地点に現在の関大前駅が作られる結果となった。長かったわねー、途中からついていけてないんだけど。まとめるとだな、こんな感じだ。駅名の変遷を改めて振り返ってみると、花壇前駅、千里山遊園駅、千里山厚生園駅、千里山遊園駅、女子学院前駅、花壇町駅、関大前駅と実に6回、時代の流れとともに目まぐるしく変わってきたことがわかるぜ。変わりすぎでしょ、さすが日本一。今となっては、古い駅舎や遊園地の面影は残っていないけど、第一高等学校、中学校正門前の踏切には花壇の名前が記されているんだ。長い長い、解明の歴史が幕を閉じたわけね。ということで、視聴者の皆さんは、何か気になるものがありましたか？今後も新しい情報があれば、コメント欄で教えてくれると嬉しいぜ。ぜひ、他にも気になる駅があった方は、コメント欄で教えてほしいな。そうだな、いろんな情報が欲しいな。ということで、今回の動画は以上だぜ。面白かったらチャンネル登録と、グッドボタンをポチッとしてくれたらとっても嬉しいぜ。よろしくお願いします。